厳選アイテムを5つ、イエイ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 、シュッシュッって感じなんですけど、でもおかしいよな、嘘ついちゃった。本日のノンメイクをチェックしてください。カノンノンノン TV へようこそ。カノンです。今日はですね、先日アットコスメ東京さんに行ってで、中のお店を貸し切りさせていただいたんですけど、そちらの動画の方でですね、実は厳選アイテムを5つ買ってきたよということを言っていたので、今回はそちらのコスメをレビューしていきたいと思います。こちらに今あるんですけど、めちゃくちゃ量がたくさんあってすごく迷ったんですけど、私のずっと欲しかったリップとかこれいいと思ったアイテムを厳選して5つに絞って買ってきたので、今回は開けてみたいと思います。なんはい、ということで開けていきたいと思います。今回は割といろんなアイテムを買いました。はい、じゃあまずアイメイクから紹介していきますね。まず一番最初に、ダーダン、チョキ、アイプルーフのウルトラスムースアイライナーロイヤルグレージュですを買ってみました。アイライナーですね。もう見た目がですね、結構オーロラっぽいパッケージの入れ物に入ったアイライナーだったんですけど、入ってすぐ右のコーナーに私が行った時は置いてあったんですけど、限定カラーって書いてあったんですよ。それ以外にもですね、限定カラーピンクっぽい色もあったんですけど、私はロイヤルグレージュにしました。もうなんて言ったって、ここの透明感のあるモードカラーっていう言葉に惹かれましたね。結構茶色みの強いグレーは持ってたんですけど、ブルーっぽいグレーは持ってなかった。ロイヤルグレージュって名前通りって感じなんですけど、すごく可愛い色味だったので買ってみました。しかもお湯でオフできるのにウォータープルーフみたいな。でもおかしいよな、お湯で落ちるのにウォータープルーフは嘘か。嘘ついちゃった。お湯でオフっていうことだった。ウォータープルーフじゃなかったマルチプルーフって書いてあった。にじみの原因とかに強いみたいです。涙とかにも強いし、湿気とか水とか汗とか速乾とかかすれとかにも強いよっていうことですね。ウォータープルーフではないけどマルチプルーフみたいです。はい、こんな感じです。ちょっと一回手に引いてみますね。かわいい。ほっ、あ、ピントあった、ここだ。はい、こんな感じの色味なんですよ。グレーだけどブルーっぽいグレーな感じで、すごく可愛い色味だったので、これをですね、もともとアイラインは全体に引くタイプじゃないんですけど、目尻の方だけ引いてあげたりとか、下まぶたのここのキワキワのところとかにこう細めに入れてあげても可愛いのかなと思ってます。これちょっと今度メイク動画を上げたいと思います。はい、続いてのアイテムいきます。じゃじゃん、フーミーロング&カールマスカラのチェリーピンクです。でーん、はい、こちらのフーミーのシリーズなんですけど、やっぱりフーミーは猪狩忍さんのコスメブランドで、本当に色味とかがもう絶妙ですごく可愛いんですよ。もともとあるテラコッタピンクっていう色があると思うんですけど、それもすごく欲しくて、でそちらの色味もすごく気になってたんですけど、こう見比べてみた時にこのチェリーピンクの方が少しピンク系の色味、ピンク味が強かったんですね。なので春っぽくていいかなって思ったり、結構このマスカラを今まで結構上と下両方つけてたんですね。そういう時は結構濃いめの色を使うとすごく印象がはっきりしちゃうので、光とかが当たった時とかに目がピンクの人みたいになっちゃったりしてたんですけど、最近はマスカラを上まつげだけにつけるようにしているので、結構このぐらいピンク系でも可愛いかなと思って買いました。じゃじゃん、はい、こんな感じのピンクなんですけど、チェリーピンク、桜っぽい色なのかな。これは一回つけてみたいと思います。今黒のマスカラを使ってるんですけど、今黒マスカラと混ぜてる感じになるんですけど、混ざってても可愛い。あ、一回こっち塗らないでおきますね、違いがわかるように。一回全体につけてみようと思って全体につけてみたんですけど、結構つけました今。なのでもうちょっと抑えめにつけても可愛いと思うんですけど、結構違いが出るようにがっつりとピンクをつけちゃったんですけど、目尻だけとかでも可愛いかも。はい、こんな感じです。このマスカラもすごく可愛かったんですけど、他の色味も可愛かったので、またお買い物に行きたいなと思っております。続いてリップ、あ、一回リップ紹介しちゃっていいですか。すごく気になってたリップなので、こちらも紹介したいと思います。いくよー、ドゥドゥン、あ、飛んでた、ちょっと飛んでちゃったドゥン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 、じゃん、トーンペタルエッセンスカラーバター、こちらです。トーンのリップエッセンスカラーバターリップグロスなんですけど、これ私前ベリー系のトーンのリップを持ってたんですね。でその新色というか新しい色味を見つけて可愛すぎたので買ってしまいました。こちら
こちらです。手にこう乗せてみたんですよ、いろんな色を。ダントツでした。あ、こんな可愛い色あるのかと思って、これは一回つけてみたいと思います。一回今つけてるリップを取ってみますね。ちなみにリップをつけてたので取れてないかもなんですけど、一回塗ってみますね。はい、これ結構リップグロスなんですけど、リップグロスってあのテカテカ感が強いものとかが多いんですけど、唇にのせた時の感触的に、これはそんなことなくて割とさらっと塗れるタイプのリップなので、はみ出る心配とかがあまりないと思います。逆にはみ出ても可愛いみたいな、何でもありにしちゃうリップな気がします。こんな感じです。はい、これすごく可愛い。そしてトーンのリップはいつも香りがすごくアロマっぽい香りなのですごく好きですね。なんか落ち着く香りなイメージです。これもすごくおすすめ。なんなん。はい、続いてもうめちゃくちゃ可愛いアイシャドウを買ったのでご紹介したいと思います。じゃじゃーん、どうぞ。シェイクユアパームパームズミニアイシャドウパレット、イエーイ、イエイ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 、シュッシュッって感じなんですけど、これ本当に可愛いんですよ。こうもうまず外だよ。もうシェイクイワンパームスパームスパームパームスパームスって書いてるんですけど、開けちゃいますか。私がもうお店に入った瞬間見つけて飛び跳ねてしまいそうなぐらい喜んでいたトゥーフェイストのです。見てください、開けてもこんなに可愛いのがそのまんま出てきちゃったみたいなデザインなんですけど、こちらはアイシャドウパレットになってます。まず磁石になってるんですよ、ここが。開けちゃったよ。じゃじゃーん、これ見てください、この色。じゃん、この色もう本当に可愛くて、多分もう捨て色なしっていうのはこのことだなっていうぐらい、これ色味が全てすごく可愛いんですけど、色味だけじゃなくて名前もすごく可愛いんですよ。ご紹介したいと思います。まずこちらが、この一番これが R&R という名前ですね。で続いて Do Not Disturb がこの色味、そして次タッチココナッツがこのピンクちゃんで、次こっち、これがサンズアウトバンズアウトだって、ちょっと英語なんですけど、これがゲットレイドオーバーって書いてあって、これ I'm out here out here、 そしてビタミン C がこれ、この色です。これそしてレッツバウンスがこれみたいですよ。どの色が好きですか。はい、これは一応ね、手に全て全色乗せてみたいと思います。ということで今全色塗ってみました。この順で並べてます。でも逆だったんです、この順なんですけど、あ、わかった、こうだ。このような作りになっております。わかりましたか。まあ、とにかくこの色味はすごく可愛いということなんですけど、一回アイシャドウをつけてみますね。まずもうこの手の塗った感じを見た時に、私結構ビタミン C の色が好きかなと思いました。この色がすごく好きだったので、これをちょっとのせてみたいと思います。はい、こんな感じで全体につけてみました。はい、ちょっと変わったのが分かるかな。この緑っぽいラメを使ったことがなかったので、今回すごく新鮮で可愛いなと思ってつけてみました。あとは多分この辺のラメ感がすごく綺麗だったので、これは中心の部分とかにだけ乗せてあげても可愛いと思いました。この真ん中ら辺だけで、結構目元がしっかりした感じになると思います。こっちはもともとメイクをしてたので、また違うアイシャドウを乗せてたんですけど、結構薄めにつけてたので、今日はこっちと結構差が、目がはっきりするかも、ほら。はい、こんな感じです。はい、ということでこの Too Faced の Shake Your Palm Palms のミニアイシャドウパレットでした。こちらもですね、すごく使っていきたいと思うので、これからのメイク動画の時とかもそうだし、あとインスタとかツイッターとかでも結構メイクのこととかを載せていたりするので、本日のノンメイクをチェックしてください。はい、続いて5アイテム目紹介したいと思います。じゃーん、クラランスのコンフォートリップオイルです。このクラランスシリーズっていうのは香りがとても良くて、一番最初にいただいたのはその知り合いのスタッフさんにいただいたんですけど、もうその時からすごくこのクラランスのリップにハマっちゃって、私結構リップを食べちゃう、食べないけどね、食べているわけじゃないけど美味しいリップが好きなんですよ。矛盾が発生してるけど、でこのクラランスのシリーズは本当に美味しい。匂いがこう唇にのせた時にもうすっごい甘い匂いがするんですよね。だからすごく好きで、結構深みっぽい赤なのかなって、こう見た目
だとちょっと思うかもなんですけど、これつけてみると全然そんなことなくて、すごい抜け感のある赤になるんですよ。本当にベリー系の色なので、ベリーを食べた後みたいな、その色味がすごいドンピシャタイプだったので買いました。つけてみたいと思います。一回リップオフします。どんどん、はい、まだちょっとだけ色味が残ってたりするんですけど、これ重ね付けしても可愛いし、本当に何も塗ってないリップ、唇の状態で塗ってもすごく可愛い色なので、体験していただきたいなと思ったんですけど、このシロップっぽいリップオイルになっていて、ほら香りがすごいベリー、本当にラズベリーって感じです。ほら、のせただけでツヤっと感が出るんです。美味しい、こういうラズベリーのガムとかを食べてる気分になる。本当にこれ絶対絶対思うと思う。これをつけた瞬間にラズベリーのガム食べてる私って、パッパッ、こんな感じなんですけど、結構ねツヤっと感はすごい出るんですね。はい、こんな感じです。ツヤツヤ感がすごく好きなので、リップオイルが大好きなんですけど、その中でもこのクラランスのリップは衝撃を受けました。美味しすぎて。だから結構香り重視の子もこれはおすすめですね。色味もすごくたくさんあって、これは本当にリピートしそうですね。なんなんなん、はい、ということで5アイテム紹介しました。どうでしたか？もうなんか今回のお買い物は本当気で欲しくて、もうめちゃくちゃ悩んだっていうものばかりをこう厳選して選んでいるので、すごくいいお買い物ができたなと思いました。あとやっぱりアットコスメさんの量の多さが本当にもう尋常じゃなさすぎて、いや楽しいって思いましたね。メイク好きでよかったなってすごい思いました。あとメイク好きな子たちは絶対行ってみた方がいいと思います。もう驚く量に。あと今回は紹介していないんですけど、もうネイルの種類も尋常じゃないから、これは本当に見てほしいです。はい、ということでカノンの厳選アイテム5つでした。またこのような感じで欲しいなって思ったアイテムとか、新しく買ったアイテムをご紹介していけたらなと思っております。はい、ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしててね。バイバイ